広島新交通システム橋桁落下事故。当時建設中であった広島高速交通広島新交通1号線、愛称アストラムラインの工事現場で、橋桁が落下し、一般人と作業員23人が死傷した。1991年3月14日午後2時5分頃、広島県広島市安佐南区上安2丁目で、前日仮設置していた長さ63メートル、幅 1.7 メートル、厚さ2メートル、重さ60トンの鋼鉄製の橋桁を据え付ける作業中、橋桁が10メートル下の広島県道38号朝安古市線に落下する事故が発生した。この事故で、橋桁は並行する県道下り線を赤信号で停車していた乗用車など11台を直撃し、橋桁の上で作業していて、下に投げ出された作業員5人と乗用車に乗車していた9人の計14人が死亡、9人が重軽傷を負った。橋桁の落下の直撃を受けた乗用車の中には、橋桁の重量により高さ50センチほどにまで圧縮されたものもあり、また火災が発生し炎に包まれたものもあった。事故のおよそ2時間後に橋桁がクレーンで取り除かれ、下敷きとなった乗用車に閉じ込められていた被害者らは救出されたが、9人の死者は全員がほぼ即死の状態であった。この事故があった現場は昔は墓地であり、そこには15ほどの墓があったが、その墓を移転させて道路を通していた。動かした墓の数も15で、死者の数も15というのは何か関係があるのではないかと、地元の人たちの間で噂となった。また、後になってこの事故にまつわる不思議な出来事がテレビでも放送された。あの日、事故現場の近くを遠足帰りの幼稚園児を乗せたバスが走っていた。バスは事故のあった道路を通過する予定で、このまま走っていれば事故に巻き込まれてもおかしくないタイミングで走っていた。ところが園児の一人がおしっこしたい、と言い出した。もうちょっとだから我慢しようねと先生もなだめたのだが、どうしてもしたいという。仕方なくバスは近くのパチンコ屋に寄って、そこでトイレを借りて用を済ませた。そして出発して間もなく、あの事故が起こった。あの園児のおかげか、現場を通過する時間が本来の計画とずれたために事故に巻き込まれずに済んだのだ。この話を聞き、テレビ局がその園児にインタビューをしようと訪れた。放送当時はその元園児たちは小学生になっていたものの、みんなその出来事は覚えているが、おしっこしたいと言い出したのは誰だったのか、それが思い出せない。あれ、誰だったっけ？何人もの元園児や先生に聞いてもあやふやな返事ばかりだったが、最終的に二人の名前が挙がった。しかしよく調べてみると、そのうちの一人は当日風邪をひいて遠足を休んでいた。実際、遠足の時に撮った記念写真にその子は写っていない。そしてもう一人は遠足の前に転校しており、この子も遠足には参加していなかった。みんなが思い出した二人の園児は、両方ともその日にいなかった子だったのだ。狐傾き。先週木曜日の午後6時半頃のこと、帰宅途中に所用があり、普段は通らない県道を走っていた。自動車通勤ね。前には黒っぽい BB、トヨタの小型トールワゴン型乗用車、その前には軽自動車が走っていた。BB が軽を煽るように走っていた。センターラインは白の破線なんだから、そんなに煽るくらいなら直線のとこで抜けばいいのに、危ねえなと思いながら、少し距離を取って走っていた。その県道は山のふもとというか、山腹の下側を走るような感じで、途中で頂上を迎え、その後はひたすら下り。下りになったので、軽もスピードが出るだろうと思いながら走っていた。下りの左コーナーを立ち上がって短い直線になったところで、前を走る軽が急ブレーキ。そのまま停車。BB も停車。煽られ続けた軽がブチ切れて喧嘩が始まるのか？と思い、追い越して先に行こうとしたら、BB から人が出てきた。あー喧嘩だこれ。構ってらんねえから追い越そうと思った矢先、対向車が来た。対向車は自分の車とすれ違うとすぐ、対比所のようなスペースに車を止めた。なんだなんだ？火星に現れたのか？とか思いつつ、BB と K をゆっくり追い越す。違った。事故だった。BB の前がぐっしゃり、K の後ろべっこり。K の運転手も出てきていたが、ドア開けっぱなし。邪魔。さっきの対向車は、事故を見て心配して車を止めたらしい。
自分がこのまま通り過ぎるのは気が引けたので、事故車2台の前に停車して車を降りた。まあ両方の運転手が出てきてるから重傷ではないはず。一声かけたらすぐに離れようと思っていた。対向車の人が軽の運転手、年齢不詳の女性に声をかけたところだった。自分も大丈夫ですか？と声をかけながら近づく。女性は、ああ、みたいな、なんていうか、はっきりと声は出しているのに何を言っているのかわからないことを言いながら、道路の真ん中に出てきた。対向車の人が危ないですよと腕を引っ張って BB と K の間に戻そうとする。すると女性は、ああひゃひゃ、ちょっと恐れってセクハラ弱っきゃひゃひゃ。と笑ってる。女性は茶髪で服装は若い感じだが、声がババ臭い。それでいて鼻にかけた媚びを売るような声で、正直きしょい。言ってることもきしょい。最初は頭打っておかしくなってんのかなと思った。そうだセクハラだ。と声がした。見ると BB の運転手。なんだこいつら？と思った。BB のエンジンがうなりを上げる。あーラジエーター割れて息漏れしてんだなと思った。とりあえず BB のおっさんに、エンジン切った方がいいですよ、と声をかけた。BB のおっさんは、うん。エンジン切った方がいいと言いつつ、ニコニコしながら棒立ち。なんだこいつ？いや BB、液漏れしてるみたいだし、危ないからエンジン切ってくださいと再度言うと。うん、エンジン切ってください。って、なんかムッとしたので、自分はあなたの車に触る気はありません。自分で切ってくださいと言うと、おっさんはしょぼーんとしながらエンジンを切りに行った。その間、対向車の人と K の女性が話をしていた。全部は聞いていなかったが、最初のところで対向車の人が頭打ってませんか？と聞いていた。事故後なら普通に聞くことだろうけど、なんか笑いそうになった。おっさんがエンジンを切りに背を向けてから、自分は対向車の人と K の女性の方に向き直る。なんか K の女性、対向車の人と腕を組んで寄り添ってる。明らかにおかしい。知的障害者か？あ、対向車の人は男性ね。で、対向車の人が、警察と、念のため救急車も呼んだ方が、みたいなことを言ってた。すると K の女性、呼んでー？とおねだり。妙にムカつく。心優しい対向車の人が、多分スマホだと思うんだけど、それを取り出した。その時 BB のおっさんが近づいてきて、その電話で呼んでくださいって。電話っていうか？と違和感を感じたが、それよりおめえが連絡しろよと思った。対向車の人が通報を終えるまではこの場にいてやろうと思った。その間、下りコーナーを立ち上がってちょいなので、多重事故にならんよう処理しとこうと思った。BB のおっさんに三角板ありますか？と聞くと、三角板、と言ったままキョトンとしてる。じゃあ発煙筒焚いてくださいと言うと、発煙筒、でまたキョトン。いいや、助手席側のドア開けてくださいと言うと、おとなしく開けに行った。おっさんの後に続いて助手席の足元を覗くと、発煙筒がない。やっぱダメじゃんこいつ。K の女性に発煙筒を出すよう言うと、わからないから見てと言う。あんたがドアを開けろと言うと、ようやく対向車の人から離れた。助手席を見せてもらうと、発煙筒あった。それを焚いてコーナーの向こうまで行って道端に置く。戻ってきてしばらく待つと、ようやく通報終了。両方に連絡しました？って聞いたら、あ、警察の方で連絡してくれるってことなんで、と対向車の人。あ、そうですか。じゃ、自分はこれで、と対向車の人に会釈して車に戻ろうとしたら、BB のおっさんが、証拠だからいてくださいと。それを言うなら証人だろうが。しかもおめえが不利になる証人だぞ自分は。と思いつつ、お二人とも重傷ではないようなので、これで失礼しますと言って車へ。そこに対向車の人が、ちょっとすいませんって小走りに駆け寄ってくる。K の女性が続く。一人じゃ心細いんで、一緒にいてもらえませんか？と言って、横に来てまた腕にまとわりつく女性を横目でチラッと見る対向車の人。哀れなり。少しの押し問答の後、結局自分も待つことに。15分ほどで警察が来て、すぐ後に救急車到着。警察官の一人が対向車の人と話しながら、道路の反対側へ歩いていく。もう一人の警察官が自分に話しかけてきた。怪我はないか、この車があなたのか。ってことを聞かれた。自分は通りすがりの銀融詩人で、
事故の当事者ではない旨を伝えた。警察官、怪げんな顔。自分の車まで二人で行って、警察官が車の周りを一周。ぶつけた跡がないことを確認。だから、自分は目撃者だってと言うと。ではあちらの単独事故ですか？二台による追突事故との連絡だったんですけど。と警察官。は？と振り返ると、事故を起こした二台がない。変な二人もいない。え？なになに？と慌てていると、どうやら道路の反対側で対向車の人も同じ感じ。それからが大変だった。警察官と救急隊員とうちら二人で大揉め。いたずら電話と思ったらしい。救急隊の方は、隊長が自分を知っていたので、この人はそんなことをする人ではないと言ってくれていたが、言いつつも納得いかない顔はしていた。救急車は割と早くに帰ったけど、警察官には免許証を提示したり、対向車の人と知り合いではないかと会社まで調べられた。このクソ寒い中、いたずらのためにわざわざ外で待ってっかよ、みたいにこっちもいい加減うんざりで喧嘩をし、結局厳重注意ってことになった。自分は最後まで悪態ついた。もう事故見てもほっとくかんなって。警察官はパトカーの中に入って何やらやってた。自分は対向車の人と、狐肩抜きにでも馬鹿されたんですかねえ？それにしてもムカつくわあって話をして、それじゃと会釈をして別れた。車のドアを開けようとした時。あー、ひゃひゃひゃ。あの女の声だったと思う。笑い声が空から聞こえた。振り返って対向車の人を見たら、対向車の人もこっちを振り返って見てた。自分は空を指さして、ん？って感じで小首をかしげたけど、対向車の人は無視してそのまま車に乗り込んだ。暗くて自分がよく見えなかったのか、もう関わりたくなかったのか。いつか狐肩抜きを見かけたら、引いてやろうかと思う。